平野紫耀が猛暑を乗り越える秘訣を語る。水と写真で心を癒す一瞬。真夏の熱波が各地で猛威を振るっている中、元キングプリンスへの一員であり、戸部所属の平野紫耀が心温まるメッセージと美しい写真でファンたちを魅了しました。彼の投稿はわずか5分で3.5万件を超えるいいね。 が集まるなど、その存在感と才能が光り輝いています。その投稿は、インスタグラムにアップされたもの。ライトアップされた東京タワーをバックに、食事後のくつろぎの一時を切り取った一枚目の写真から始まります。次に、見上げた草木や飛び交う鳥の姿など、日常の一瞬を美しく切り取った画像たちが並びます。 彼の写真はまるで自然と対話し、その美しさを感じながら見る人々の心を癒してくれるかのようです。しかしその動向が特筆されるのは単なる美しい写真だけではありません。彼の心温まるメッセージがこの動向に深い意味を与えています。猛暑が続く中、平野塩はフォロワーたちに向けて暑いから水分取ってね。塩分と水、 という注意喚起を行いました。これは、ただのアドバイス以上に、彼がファンたちの健康を思う心からの思いが感じられるものです。その結果、たった5分での投稿から3.5万件以上のいいねが殺到し、コメント欄にはファンたちからの感謝と賞賛の言葉が溢れています。 また、用君のフィルム嬉しい、どの写真も癒やしだわ、写真も絵も才能ありすぎなど、平野潮の写真が人々の心に響いていることが伺えます。平野潮が投稿する写真は、単なる風景写真とは一線を画します。その写真からは、 彼の繊細な観察力や芸術的な感性が溢れ出ており、その瞬間の美しさや情感を捉える才能が感じられます。彼の写真を通じて、自然の中の小さな喜びや美しさを見つけることの大切さを再認識させてくれるのです。この投稿は、平野の仕様の多彩な一面を垣間見る機会でもあります。 歌手としての活動だけでなく、写真家としての一面も持つ彼の表現力は、ファンたちの心を打つ要因の一つと言えるでしょう。音楽やエンターテインメントだけでなく、美しい写真を通じても、人々の心を豊かにする力を持っていることが伺えます。このように、平野紫耀の投稿は単なる SNS の一コマにとどまることなく、 彼自身の人間性や表現力を感じさせる特別な存在です。猛暑が続く中、彼の温かなメッセージと美しい写真は、ファンたちの心を癒し、勇気づけてくれることでしょう。平野仕様の投稿からは、一瞬の美しさや大切なことに気づかせてくれる魔法のような力が溢れています。